どうも、たびたびすいません。おはこんばんちゅうです。ばかしです。もう社長さっき言ってしまってね、もうあれですね、お決まりになりましたが、ばかしのいつもの夕方、変です。もうちょっと社長ほんまにさっき言ってるからダッシュやねんけど、ここは危ないから気をつけて、で、しょ、あ、もう待ってる社長。お客さんおるんかな？大変なんだよ、本当に。まだか社長の方が早いた早いたのでよよいしょ。ちょっと待ってください、セットします。 OK、 いいですよ全然ありがとうございます。エッセさん L235S、車輪こんなにながらちょっと軽く挨拶しちゃってるけど申し訳はい、まあまあ、エッセさんです。 L235S、 エッセさん、まあ、いつものやつやな、とある日の夕方というか、言いますか、テーブルは多分ゼットされてますね。そうやな、はい、何色なんか、あ、車両紹介ちょっとする、簡単だな、簡単だ、はい、エッセさんです。これは何のホイールだ？ N… え？聖剣かな？聖剣って書いてある、うん、聖剣で、まあまあこの子今から何していくかというと、まあ聖剣のやつはまあこういうな、はい、ちょっとどうだ、これ聖剣やな、これな、これ聖剣、聖剣のあのカップですね、うん、にまだワイドスペーサーをかまわし 前は 5mm やな、前 5mm、 後ろが 1.5 やな、はい、お尻 1.5 か分からへんが適当に言うたけどなんで、ざっとね、ざっといきます。ミッションですね、ミッションです。ちょっと見えるけど、ミッションです。5足やね、はい、5足ミッションでございます。で、この子を今から何していくかと言いますと、アライメント、トイン、トイン測っていきます。これ、あれや、うん、キャンバーをつけたから、はい、さっき言っとったあれやで、ね、5ミリとかいう、え、キャンバーつけんで、何つけんねえ、言って、映っちゃう、当たるわ、当たるわ、あー、当たりますか、無理ですよ、あの、だから今、切ってきたんですよ大変だ、ありまーちゃんとね、つけて、まあ、当たれへんよ、はい、もう、バッチリセット OK です、いつものやつです。すごいね、うん、あー、すげえ、中も塗ってる、えぐ、あ、えぐいとか、えぐいよ、これ普通はネジ4本止まって、せやんな、ここまでしかしたらあかんよをネジ1本にして無理やりやってるからね、これでもこれ用のピロだな、これ用のピロですね、これあの多分シピューゲルかなんかやつ、シピューゲル、へー、そんなメーカーのやつだと思いますよこれ。でも今原水のこのあれとかも全部一緒になってるな、形な、そんな感じですね、作ってるとこ一緒だからなまあええねんなってます、そうやろ、高いの、だいぶあれと一緒やんか、あのこの前のね、うん、MRS さんですよ、名前してた、黒、違う、なんかそんな感じの、へえー、いやすごい、キャンバーボードでまだ寝かしてるんで、あ普段乗られへんな、うん普段乗れないね、マフラーも変えたんですか、うん、センター出しの、まあ、これ静かやったな、これめっちゃ静か、静かか、いや、めっちゃ静か、え、本当ですか、めっちゃ静か行ってみよう、形だけやめて、いや、やめてよ、マジキロちゃいます、あ、でもこれ後ろだけやな、後ろだけで、後ろでこんな音、そう、あ、そういうこと、だからセンター歩いて最後だけ、うん、今回と前からやったらもっとすごい音するんだ、走られ、へー、いやー、すごい、
いねんけど私どうしよう。ちょっと遠巻きに見てまうわ、怖い。なんか怖い。何色ですかこれ。これ多分ネイキッドの、あ、ネイキッドダーク、はいはいはい、ドリームドリームかなんか、あったよな、その色だと思うんですよ。そういうこと、あ、ネイキッドのね、純正の色。バトルじゃない、バトルじゃない、多分間違いなくネイキッドやと思うのか、一緒の色を打ったんですか。見えてなかったよ、私こっちしか見えなかった。何倍やった？何倍やった？何倍だ、もう振り切ってるもん。そうだ、見えてなかった。そうな、振り切っとった。そう、振り切った。あれあれ、ま、最初の時からもっと色々だから一緒やっちゃった。これうん、まだ戻す、あの、はい、頑張っつけたら、うん、あんだけ狂うねんで、うん、この、はい、以前事前に、うん、サイドスリップをちゃんと合わせてまっすぐにして、はい、で車検行ってる。あ、え、うん。なんでコメントしていいか分からなくて。まあ調整やな、とりあえず。そう、いいな、調整やります。高さもこれぐらい。いやでもね、カウンターだったんですよ、前は。当たるから。ああ、でしょ。足りない、初めて聞いた。初めて聞いたワード。タイロッドが足りない。これ後ろ側についてんねや。そうね、これや、はい。乗れるようになった。乗れるようになったって聞いてる。奥様、こんな状態ならこんな状態はちょっと映っても大丈夫ですか。本当大丈夫ですか。お顔も大丈夫ですか。普通にマスクしてるから、ね、あ、本当俺マスクしてるから、はい。白いマスクってありますよ。あ、車にある。あります。車にあるで取れない。いや、大丈夫だよ。そして結構暑いんだ。暑い。熱がすごい、熱がすごい暑い。走ってきたというかね。ただ印つけるけど、もともと印ついてるね。はい、一回合わせてるからな、うん、ピンクの見えますね、はい。そうそう、これをはい、出てきた。記憶では1回転半やな。え1回転半で、うんうん、1回転半やで、すごいやな。見たことない。
大体半回転いって違法ちゃう。まあ振り切っとったかな。うん、これはキャンバーすごいよ。足回り見えたりするかな。うん、足回り見えるから、ね、こっちから見えるから作りは一緒やね。ほーやめてよメッキとか言わんといてこうですね、これタイロット。おお、あとはこれやな、ここが、ね、うん、後ろたたーん、どれ、ここが、ここか、これがあれやんか、あ、ホースメン、あ、スタビライザーの、この効果なだけないけど、ここの強化的な感じやろ。これか。あ、こうつくんや。私もう全然分かってなかった正直。ジーノの持ってきた。つけて。うん。駒はもうちょっとこっち側からつけたいんだけど、はい、つけられへんから、うん、まあとりあえず無理くりな、そうやな、こうしてここに何かでな、うん、はい、つけてな、はい、まあ一緒やからな、へえ、あ、ここか、エンドだけか、マフラー、へえ、面白いわ、これで合わせて、一緒やから車ジーノと一緒やから、これでちょっと寸法なこれでこうするね、はい、そういうことな、うん、これをなんで、うん、あ、そう、また新しいの出てきた、いやまあ今までジーノにあれやね、やっとったやつやね、あれがエンド、うん、ちょっとスケールは、スケールなんだ、スケールで、あの、ちょっとリンク持って、え、リンク、はい、あ、リンク取ってか、よっしゃ、はい、あ、9センチぐらいか、あの、コーナーで見に行ったやつがいるねんな、あれでも 7.5 か、オレンジのエッセオレンジのエッセやった、あ、そう、あ、ほらやジーノのエッセ、そうそうそう、66、これはモーションもいいかな、ちょっとね、うん、動かしてもいけるってことやんな、でもまあ、70? 5やから5 70ぐらいにしてもいいかな、70cm これも全然いっちゃう、ええの？これはあれ。ここはネジ締めなかったから8cm。8cm やな、8cm。8.5。幅がな。これはまだ別ジーノ。今さ。なんなんちょっと何か何もやってませんよみたいな顔してさらっとやるけどめちゃくちゃちゃんこでやっとったよ、すいませんね、はい、遠いの続きやっていきます。